はい、どうもこんにちは、マッキーです。いつもですね、ご視聴ありがとうございます。今日はですね、じゃん、こちらね、枝豆になります。もうそろそろね、枝豆を種まきできる時期になってきました。そんな枝豆なんですけれども、今日はですね、はい、簡単にですね、この、種まきバイドを使いまして、100均の、セルポットですねを使いまして、それでね、種まきして苗をですね作っていきたいなというふうに思います。で、枝豆はですね、なるべく、取れたてのね、枝豆ですね、収穫してすぐにですね、いただいた枝豆、すごくですね甘くてね美味しいです。なので今日はですね、この動画をね見ることによって、簡単に枝豆の苗をですね作れる方法ですね、そういったところが分かるようになりますので、よければね参考にしてみてください。それでは早速いってみましょう。マッキーチャンネル。ではですね、今日の手順としてはこちら。まずは、土ですね、種まき培土を、濡らしていくっていうところ、そしてポットに種まき培土を入れて、そして、種をまいていくっていうところ、そして、暖かい環境を作りまして、それで育てていくっていうところですね。そういった手順でちょっとね、作業をしていきたいなと思います。ではまずはですね、この種まき培土ですねについてちょっとね、ご説明していきたいなと思いますけれども、これはね、窒素、リン、カリもねバランスよく入っていまして、種まき培土、まあ、種がね育つにあたって、しっかりとですね、育ちやすい環境になっています。この種まき培土を使うことによって、はい、発芽率もね良くなりまして、枝豆がね育ちやすくなります。こんな感じです。土としてはこういう感じでサラサラなね土になっていまして、はい、元気よくね植物が育っていきそうな、そんな、感じになっています。そしてこちらね、見ていただきますと、このポットにですね、入れてねいきたいなと思いますけれども、まずこちらの土をですね、お水に浸してね、これ水分をですねしっかりと含ませています。これで枝豆の種ですね、種が水分に浸透しまして、それで発芽、温度も合わさって発芽していきます。なのでだいたい水分の量としては、このように握って固まる、そして触ると砕けるですね、そのぐらいの水分量をですね上げると良かったりします。ではですね、こちらに種を早速、はい、まけるように、このポットに土を入れていきたいなってね思います。土入れるも感じとしては、このように入れまして、すり切りまでねいっぱい入れます。そしてちょっとこうすり切りいっぱいにならしまして、トントントンとねしていきます。そうしますと、ここ目盛りがあると思います。この目盛りの部分までですね、しっかりと、はい、土が入っていれば大丈夫です。あまりにいっぱいにしすぎてしまいますと、水やりした時に、ね、溢れ出て、お水が溢れ出てしまうっていうことがあったりとか、少なすぎると根っこですねを張るまでの、成長ですねができなくて、肥料もねしっかりと吸えなかったり、根っこがねあんまり育たなかったりとかして、貧弱な苗になりやすかったりしますので、そういったのをね防ぐためにもですね、はい、しっかりと土を入れまして、ちょうどいい量でね育てていくといいかなってね思います。はい、これね地道な作業になりますけれども、やっていきます。あとは128マスのセルトレーとかですね、売られて、まあ、これはホームセンターとかにねなるんですけれども、売られています。そういったもので、もうね土をですねバババババッとね入れちゃって、まとめて作っていくっていうね方法もありますけれども、これなかなかね専門店とか行かないと、まあ、大きなホームセンターですね行かないと売ってなかったりねすることがあるんですね。なので僕はこれ、しかもね100均で購入できる、セルポットですねになりますので、すごいねお買い得だなってねちょっと思いました。あとはトウモロコシとか種ね育てているんですけれども、まあ、セルトレーでもね育てることはね育てられるんですけれども、こちらのポットの方が土もたくさん入りますし、根っこもたくさん育って健康的な苗が育てられてるなっていうのがね感じられます。なので、こちらね今回も100均のセルポットですねを使って、ちょっとね苗を作っていきたいなってね思います。はい、このようにね、しっかりとね、入れることができました。ではこちらに種をですね撒いていきたいなって思います。まずは種ですね入るように穴ですねを開けていきます。人差し指で第一関節ぐらいですね、そのぐらいまで入るように、はい、穴をね開けていきたいと思います。
だいたい枝豆ですね、種があるじゃないですか、種のある3倍ぐらいですねの深さに、種をまいてあげるとよかったりします。はい、このようにね穴を開けることができました。では早速こちら、品種としてはね湯上がり娘ですね、味で勝負、抹茶風味の絶品枝豆というねものですね、これを種をまいていきたいと思います。これは種まきできる時期としては3月からですね、もう種ですね、まくことができます。これは暖かい地域でのお話になりまして、寒いところではだいたい5月ぐらいですね、から種をまけるようです。そして収穫まではだいたい3ヶ月でなります。なので3月に種をまきましたら、6月中旬ぐらいですね、そのぐらいに収穫できます。そして発芽温度としては20度から25度になります。そして、育ちやすい温度としては23度から28度になります。なので、今ですね天気予報を見ますと最高気温が、18度とかね結構暖かくなってますよね。なので今回はねトンネルを作りまして、これね温度がねまだまだ足りないですので風からも守られるようにするためにちょっとトンネルを作って、はい、その環境で育てていきたいなと思います。そして苗ができるまでにですね、土作りって形でやっていきたいと思います。はい、種としてはこんな感じですね。種子消毒がしてありましてこんな風にね、青色になっています。これを一つ一つ種ですねこの場所に、撒いていきたいなってね思います。はい、入りました。そして一般的には種ですね2個ぐらいずつね撒いていたりするんですけれども、最近の種は発芽率がいいですので今回は1個ですねに、1つに1つですね種を撒いていきたいなってね思います。そして種ですねこんな感じではい撒けましたけれども、はい、このようにね種をまくことができました。じゃあどんどんね土をちょっとねこの上からかけて蓋をしていきたいなと思います。しっかりとですね、やってみましたら軽くねトントントンとね、土をかけてあげて土と、種がですねしっかりと密着するようにしていきます。このね土の中に水分含まれていますので、このね土の水分を種が吸ってそれで枝豆ですね、大きく成長していきます。こんな感じでね、はい、やるとねいいですね。はい、じゃあこれでねできましたので早速今度は暖かい環境にですねして育てていきたいと思います。はい、ここねちょっとね暖かくしているこのトンネルになります。この場所でちょっとね育てていきたいなと思います。ここはですねトンネルこのね防虫ネットですね引いていまして、あとはビニールですねビニールをやっています。そして不織布ですね不織布を入れています。はい、こんな感じでトンネルをね作っています。そしてさらにやっぱりねちょっとね鳥とかね入ってきたりとか虫とか風がねちょっと吹いたりしてさらにね寒くなるんですね。まだ天気予報とか見ますと夜とかですね一桁台ですね、5度とかですねそういう時期に時間気温になっていますので、こういった場所にですね気温になっていますのでこんな風にですね植布ですねさらに上からかけています。それでねここはちょっとねトウモロコシとか育てたりとかねしているところになるんですけれども、はい、このように、はい、立派にですねトウモロコシ苗ですね育ってきています。はい、これもとね同じようになるように、この場所にですねちょっとね今、ね植えたくて枝豆ですねを置いていきたいなってね思います。
あとはですね、こういうセルトレーですね、こういったところものがあると結構ね、持ち運びですね、苗ができた後持ち運びがねしやすいです。こうやって一回一回こうやって苗ポットね持ってしまいますとポットが偏っちゃうんですね。こういう風にですね端っこ持っちゃうとこのトレーがですねちょっと偏っちゃうことがあります。そうしますと根っこがうまくですね根っこが張りづらくなってしまいますので、移動するときはこういうトレーとかですねのを使ってやっていくと良かったりします。そして最後にお水をたっぷりとですねここにかけていきたいと思います。これで発芽までですねしっかりと、はい、暖かい環境をですね作りまして育てられるようにしていきたいと思います。そして最後に不織布ですね上からかけてあげまして、はい、風でね飛ばないように、はい、こんな風にですねちょっとセルトレーで踏んであげまして、はい、育てていきたいと思います。ふんわりねかけるようなイメージですね。これだと鳥にもね食べられる心配もないですので、結構ね細かいところから、ね鳥がね入ってくることもたまにねあったりしますので、それを防ぐためにもねこんな風にしてやっていただくといいかなってね思います。はい、ではね最後にこれね、蓋をして、ねしっかりとまたね明日も晴れますので暖かいですね環境にして育てることができますので、こんな感じでやっていきます。そしてパッカーとかですね下までですねしっかりとパカッとねはめて固定をしていきます。あとはこのビニールですねは少しね下隙間をね開けています。このまま全部倒してしまいますともうね暑くなってきてしまって蒸し風呂状態になってかえってねそれでも、苗がですね焼けてしまうということもありますので、まあ、天気のね様子見ながらちょっと調整をしてやっていったりしています。よければね参考にしてみてください。はい、こちらですね枝豆をね育てているところになりますけれども、ちょっとねこのようにトンネルをして育てています。そして、この場所ですね不織布ですね不織布を覆ってその上から、防虫ネットをね覆っていました。そして、もうねだいぶ大きくなってきまして、はい、見てみてください。こんな感じで、しっかりとですね、枝豆ですねちょっとずつ苗が、大きくなっています。はい、こんな感じでねちょっとね芽がまだねこれから出ようというねところもありますけれども、すくすくと大きく成長しています。はい、枝豆はですねこんな感じで、はい、葉っぱですね生き生きと成長して育っていきます。はい、枝豆ですね一回種ですね種まきしましたらお水はねあげてはいけないです。よっぽどねもうサラサラに乾燥している場合はお水あげてもいいんですけれども、そうならない限りは、お水ねあげすぎてしまいますと腐っちゃうんですね。なので、そういう形でちょっとね、なるべくお水はあげずにですねやっていけばこのように綺麗に育っていきます。ちょっとね反面教師ではないですけれども、こちらの奥はですねちょっとお水ですねあげすぎてしまって、ここ土がちょっと苔っぽくなってるなってね思うかもしれないんですけれども、ちょっとねお水をねあげすぎてしまいました。でもそれ以来ねお水はあげていないでやっていましたらちょろちょろ出てきていますので、これからねいっぱいね芽が出てくるかなってね思います。じゃあこれはねもうちょっとね、成長させて立派な苗を作りまして、育ててねいきたいなってね思います。ちなみにこちらは、里芋ですね。里芋の、芽出しをしていますけれども、ちょっとずつ芽がね出てきていますね。はい、見てみてください。こちら枝豆ですね。こんな感じで、元気よくね育っています。ちょっとねところどころ寒さとか天候不良によって発芽していないところもありましたけれども、はい、こちらね育てられるようになりましたので、やっていきたいなと思います。ちょっと例えば。はい、いかがだったでしょうか。ね、こんな感じでですね、はい、枝豆ですね、種をまくことができました。このままうまくいけば、今3月中旬になりますので、だいたいですね、4月中旬ぐらいにですね、畑に植え付けられるかなって、ね、思います。それでね、やっぱり暖かい環境ですね、なるべく作りまして、それで、はい、虫の被害もね、風の被害にもですね、負けずにですね、元気よく育っていきますので、はい、今からですね、ちょっと土作り、畑でもですね、やっていきたいなと思いますので、またね、そういった情報も、動画でご紹介していきたいなと思いますので、楽しみにしていてください。はい、じゃあ今日はね、この辺で失礼したいと思います。最後までね、ご視聴ありがとうございました。それでは。
失礼します。